このプラスチックのゴミが海の生き物を脅かしています。先月プラスチックの海洋汚染の問題を取り上げた一冊の本が出版されました。この中には七尾湾の汚染についての報告もあります。今日はこの本と本に報告を寄せました県内の男性にスポットを当てます。プラスチックの海、全国の研究者やゴミ問題に取り組む市民グループらの報告をまとめたこの本は先月下旬に出版されました。プラスチックを飲み込んだり網が絡まって命を落とすクジラや海鳥、本には私たちの生活にいつの間にか浸透してきたプラスチックのゴミがいかに海の生き物たちの暮らしを脅かしているかを多くのデータを示しながら15人の執筆者が綴っています。このうちの一人、金沢の上村明さんは七尾湾の汚染の現状を報告しています。上村さんは14年前、自力で小型の帆船を作り上げて南太平洋を一人で横断しトンガ王国を訪れました。この時の体験が元で農業をしながら自然と調和した生活を目指し環境問題にも積極的に関わってきました。海上を走っておりますと、あの海流の、まあ、潮目なんかにですね、延々とこう遥かに彼方にまでそのゴミの川が流れている、もう幅2メートルぐらいのですね、知らないところで私たちはさまざまなあの生き物を、被害を与えているということが、あのやはり、もっと認識をね、新たにしたいなと思うんですね。毎週木曜日は60文庫をお送りしています。今日お迎えしたのはグリーンノートフォーラムを主催されています上村明さんです。こんばんは、よくいらっしゃいました。こんばんは、お願いします。グリーンノートフォーラムは自然と食を考える市民団体です。生きる基本としての食を通して環境を考えていらっしゃいます。この夏もほとんど能登で活動されていたということですね。そうですね、夏はあの割と海に行く機会も多いもんですから、でまた山菜の時期ですと山菜あるいはあの薬草などを通してね、いろいろ勉強させてもらったり、あるいはあの料理教室を開いたりね、そういうあの生活の中でねより自然に暮らせるような、自然なライフスタイルを何か勉強していこうって、そういうような企画をねいろいろとみんなで考えてやってます。さあ、その上村さんに今日紹介していただく一冊、こちらです。プラスチックの海、そしてその下に小さく脅かされる海の生き物たちと書いてあります。これ表紙にはウミガメの写真が書いてあるんですけれども、これどういった内容の本でしょうか。最近、特に、海のゴミですね、私たち案外意識しないことも多いんですけれども、海の生きる生物たちがですね、あの人間界が出したゴミによって命が脅かされるっていうことが実際たくさんの症例が出てきましたので、そういうことを、いろんなの著者が自分たちの、身近なところからあるいはの調査した結果とまとめたりしてね、そういうものを一冊にしてある本なんですけどね。プラスチックの海っていうのはプラスチックゴミのことですよね。ゴミを出しているのは私たち人間なわけですよね。そうですね、あのなかなか本当に近年なんですけども急激にもう、南分解性のプラスチック系のゴミがね、周りにあふれるくらいになってきまして、そういうものが、割と知らないうちにね、周りの生き物を脅かしているという、そういうことですね。これオットセイ、網が絡まってしまった、はい、それからこちらロープですか、はい、そうですね、まだこういうことについて私たちの認識薄いのが現状ですよね。そうですね、であのプラスチックなんかのこう例えば洗剤の容器でもね、それを作るための、レジンペレットって小さなプラスチックの、そのなんていうかな原料ですね、そういうものがいっぱい海岸にも今打ち上がってましてね、そういうものを海鳥たちが知らずに食べてしまって、腸が詰まって、それでなんていうのかな、あまりこの食欲がなくなっちゃって死んでしまうというケースもすごく増えてるんですね。それでこの本なんですが、最初にこう手紙のような形で始まるのが印象的な本です。ちょっとご紹介したいと思います。人間の皆様へ、背景、本日は人間の皆様に海に住む者たちの話を聞いていただきたくてお手紙差し上げました。このような形になっています。海の生き物たちから私たち人間に宛てた手紙と、いうことになりますよね、これはね。そうですね、
まあ、これからの環境時代、まあ、私たち人間一人っていうのはやっぱり一人だけじゃいけない、やっぱり人間お互いに助け合っていけなきゃいけない、まあ、そういうことで人間社会全体もやっぱりいろんな生物の社会に支えられて存在している、まあ、そういう観点から自分たち以外の生物の気持ちに立って、考えてみようというそういう観点で作られた本ですね。でこの本はですね、上村さんも執筆されていまして、項目として海と星からの提言ということを書いてらっしゃいます。これどういったことを書いてらっしゃって、もうずいぶん昔ですけどね、私が、まあ、小さな、帆で走る船で太平洋を回ったり、あるいは南の小さな島国でね生活してきた体験、まあ、そういうことをもとにですね、まあ、星のきれいな環境ってどういう環境かな、それから海の環境そのものを実際に自分の生活体験で、体験してきたことからですね、例えば私が行った島ではですね、ゴミ箱がほとんどなかったんですよね。ゴミ箱がない、どうしてるんですか。つまりまあ、向こうの人たちが結局自然に帰るものでほとんど生活を賄っていたということなんですね。特に必要なかったということですね。そういうことから自分のこれまでの日本社会での生活など振り返ってね、ずいぶん無駄なことが多かったんだなっていうこともね、ずいぶん勉強させられました、じゃあ活動されるきっかけにもなったというようなことですかね。そうですね、で石川県にも長い海外線がありまして、ゴミが問題になってますけれども、ずいぶん大都市圏からこう流れ出るゴミなんかがね、海流を通して僻地の方に回っていったりですね、遠いところまで、そうですね、そういうところで出るはずのないゴミまでがですね、冷蔵庫までがどんぶらこっこっといっちゃってっていう具合ですね。ゴミ捨てないことはもちろんなんですけども、私たちができるこう身近なこと、身近にできることっていうのは何かありますか。そうですね、ごく身近なことで分かりやすい、まあ、食のことが一つありますけども、まあ、僕らいろいろ調査してみて、あるいは掃除してみて、随分食に関わるゴミが多いなっていうことが分かったんですね。まあ、インスタントラーメンのそういう包み紙であるとかですね、そういうものは非常に増えている、まあ、そういうものはもう自然に帰らないものが非常に多いんですけれども、結局自分たちの食生活の変化がそのままゴミ社会に現れている。そういう従って、まあ、そういうことを理解するためにはね、自分自身のやっぱり足元から考え直さなきゃいけないな、そういうことを強く思ったんですね。何か買うにしてももうゴミを買ってるようなものが最近多くなってきましたものね、またね、そうですね、で環境問題と言いますとこう固く考えてしまうこと多いと思うんですけれども、この本これから読もうという方にですね、どういうところを勧められますか。やっぱりさまざまな著者の方がそれぞれの人間性を通してね、いろんな観点から生き物っていうものをさまざまな眼差しで見ている、でそういうところを、まあ、著者の体験その願いをですね、また読み取っていただいて、で自分自身の体験とも合わせて考えて、これからの社会に生きる何かこうヒントみたいなものをね、また得ていただければなという、そういう願いが込められてますね。さあ今日ご紹介いただきましたプラスチックの海、60文庫に登録いたします。表紙の裏に上村さんの推薦の一言を書いていただきました。恐れ入ります、こちらに向けて見せていただけますでしょうか。読んでいただけますか。はい、海に住む生き物からのラブレターです。ラブレターと書いていただいたのはどうしてですか。そうですね、やっぱり、まあ、私たち人間同士でもね、何かいい暮らしを作りたい、いい環境を作りたいっていうね、お互いに協力し合っていこうっていう気持ちになりますよね。でやっぱり他の生き物たちもね、まあ、同じ地球の上でね、これからの時代、まあ、同じこの生物としてね、共同して何か未来社会、いい社会を作っていこうっていう何かね、私は自然観察会をやってね、いろんな生物の生き様を見ながらね、やっぱりそういう関わりがあるんじゃないかなっていうことね、いろいろ見えるわけですよね。だからそういう生き物たちのメッセージっていうものは、まあ、著者たちを通じてね、何かこう通訳をになってですね、人間社会にこう、まあ、知らせてくれる、そういう性格を持っている本だと思うんです ね、ラブレターをきちんと受け取って、それにやはり私たちも答えていかなければなりませんよね。60文庫に登録しました方は皆様に貸し出しております。平日の午前10時から午後5時まで NHK 金沢放送局の受付までお気軽にお越しください。で60文庫の情報インターネットホームページでも、こちらのアドレスで
ご覧いただけます。どんどんアクセスしてみてください、はい、そして、上村さんの活動していらっしゃるグリーンノートフォーラムについて、はい、お問い合わせはこちらの電話番号です。 076-221-7569 番です。今日の六村文庫はグリーンノートフォーラムを主催されています上村明さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。六村文庫でした。